はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。グラウンデッドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、水中の研究所の奥まで行ったんですけども、今回は、池の探索がまだ終わってないんですけども、あの第二拠点ですね、池の近くに第二拠点、前回マーグルさんからこの浮力土台ですね、この設計図を教えてもらったんで、これも使いながらあの池のところに第二拠点を作ってみようかなと思います。一応この辺準備して、はい、ということで、とりあえず準備をですね、しました。こんな感じで、で、こっからどうするかなんですけども、僕としてはですね、あれとつなげたいんですよね。こっから橋を作って、あの灯籠みたいなのとつなげて、で、あれを生かした拠点を作ってみたいんですけども、うん。ちょっとやってみましょう。で、浮力土台はちょっと素材がですね、多分間に合わないと思うんで、とりあえず普通の骨組みですね、普通の骨組み作って、角度が難しい。これぐらいかな。で、よし。火が2個。で、こっから、草の床を作っていくと。いや、これ全然足りないな。いや、ダメだ、全然足りない。よし、じゃあまた草を刈って、いやー、大変だこれ。暗くなってきたなー。なんだこれ、一回帰ってあれだな、一眠りして、アリの装備、
ありの装備で来ないとダメですね。時間がかかりすぎる。あ、ちょっとゾウムシ渡らないで、そこ。あと1回ぐらい？ゾウムシ。そっか。ここは第一拠点のボールと違って。で、虫が渡ってくる可能性があるからトラップ作らないといけないですね。よし、これでとりあえずつながりましたね。ただちょっと納得いかないのが、この真ん中に真ん中に着きたかったんですけどね。まあ、その辺は後でやるとして。いやー、想像以上に長かったですね。よし。で、虫が渡ってくる可能性があるんで、トラップ。トラップは、これだ。スパイク、ストリップ。どんな感じで、ここだとちょっとなんか嫌ですよね。自分も、まあ、ジャンプすれば通れるけど、とりあえずこの辺に。あ、でもこっからこう入ってくるのかな。して。
で、樹液。あ、自分も食らうの、これ。自分も食らうのか。とりあえず、こういうのを向こうに持っていって、よし。ああ、とりあえず移動完了ですね。いや、大変だったな。じゃあ、そうですね。池の向こう側まだ探索してないんで、準備を整えて、水がない。羽落としたぞ。こんなもんかな。じゃあ、準備して、カラスのクロスボウ。これ作ってみよう。カラスのクロスボウ作成。攻撃力が高い。うん。これ、同じなのかな？あ、同じだ。じゃあ強化して、
tastes good. よし。あ、うわー、あれいっぱい、ちょっと待って、危ない、ちょっと待って、もしかしてここかな、あかり塚。待って、一回じゃあもう一回戻って、あり装備に変えて、確か全身あり装備にすると、うん、あかり仲間だと思われる。あ、じゃあちょっと、水中セットはしまって、松明、まあ、でもヘッドランプがあるから、拠点作りで疲れすぎて喉がちょっとガラガラなんですけども。これだ。目印、これだ。小枝、植物繊維、クローバーの葉。あ、なんかこの下も関係ないか。小枝で、クローバやっとクエスト1個クリア。よし。
明かり塚。ちょっと中を探検して。All right, Shadows. What you got now? あ、寝てる。あ、これ持って帰りたいけどな。後で。いや、これ結構広そうですよ。次回だな。次回ちょっとじっくり探索して。あ、そっか、ヘッドランプつけるとセット効果がなくなっちゃうからダメなんだ。あれなんだ。明かり塚のバーグルチップ。これ、墓泥棒か。ん？違うのか？あ、これは、ん？来た！腐ったミツバチの肩パッド。腐ったシリーズ、ミツバチ。これは、持って帰ろう。出口がわからない。よし。じゃあバーグルさんのとこに行って。よし。バーグのチップ、これでまたなんか増えたのかな。あ、違う、間違えた。何、2000とかももらえんの？チップ探し。ジャングルの神殿。とりあえず受注しておきますか。
味わい深い登り座。あれかな、味わい深いってあのホットドッグの皿とか違うかな、あれスロープみたいになってるけど、3550。あ、これかな多分。あ、バフラングス。あ、君の肺組織最大スタミナを増加させる新たなミューテーション。スイッチ。あー、どうしよう。いや、でも水筒は、あれか。水は、探そうと思えばすぐ探せるんで。これかな？バフラングス。これを取っておいて、で、ミルクモーラ溜まったら、これ、4つ溜めて、ミューテーションをさらに増やすと。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。